皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。今日はこのチベットの、レザーライニング LL タイプ、これはあのバンフプロも同じなんですけど、このレザーライニング、レザーカーフのですね、お手入れをちょっと説明したいと思います。ワックス加工の、マニュアルとかマニュアル動画にはこの内張りのことは、触れていないので、この内張りのこのレザータイプで、ゴアテックスのタイプは特にナイロンなのでお手入れっていうのは必要ないので、もし汚れが気になるとか汗をかいて気になる方は少しこう水でゆすいだりとかそういうので対応していただければと思うんですけど、でゴアテックスのタイプはこの内張りがですね、この内張りの、今こう見えると思うんですけど、ここにゴアテックスって書かれているこの内張りのですね、このナイロン素材の内側、この靴だと見えるかな、この内側になんかこう白いもの見えますかね、こうちらっとこう見える、この内張りの内側にこの白いく見えるものが、これがゴアテックスのフィルムになってます。でそのゴアテックスのフィルムはこのナイロン素材の裏側にこう袋状に貼ってあるので、それで、水の侵入を防ぐとか、あとはまあ蒸れを防ぐとか、この内側、内張りからこの革のない、この靴の内部に湿気が出ていって、この足首にメッシュが貼ってあるんですけど、この足首からですね、こう登山靴ってこう歩くとこうぐちゅぐちゅっとこうへこんだりとか膨らんだりとかを繰り返すので、その動きでここから空気が出たり入ったり出たり入ったりっていうところ で湿気を外に逃がしていくという構造になっています。でこの内張りのこのゴアテックス、こう汗かいたりとかして、まあちょっとこう気になってるようでしたら、水洗いすすいだりとか OK なんですけど、あまりこうたわしとかでゴシゴシ洗うと、そのこのナイロンの布の裏側にゴアテックスのフィルムがあって、それをですねこうたわしとかのこのなんていうかな、毛で、プツッと穴開けたりとかしてしまったりとかすると、水漏れの原因になったりとかもするので、あまりゴシゴシしないで、あの拭いたりとかですね、ちょっとすすぐぐらいの、感じで洗うのは OK です。でその匂いとかその雑菌類はですね、しっかり乾燥させることで、その雑菌類っていうのはいなくなるので、しっかり乾かすと、履いた後、まあお手入れ洗ったりとかしてしっかりこう乾かしていただければ、そんな匂いが残ったりもしないので、気になる方は、少しすすいだりとか、あとは匂い消し のシュッシュッっていうやつも、そのものによるんですけど、まあ、靴用でゴアテックス対応だったら OK だと思いますので、そういうものを使ってください。で今日ご説明したいのはこのレザーライニングのお手入れなんですけども、このレザーライニングのですね、この内張りの革はですね、まあ僕たちがこう履いていると、あの汗とかですね、そういうところから必要なこの油分っていうのはですね、ある程度補えるので、それほどこのなんていうかな、油不足というかオイル不足になることはないんですけど、ただ長期間保管したりとかすると、この革のですね、この外に出ているこの内側でもこの足首あたりのレザーはちょっとこう乾燥が進んでしまってパリパリになってひび割れてしまったりとか、そういうことも考えられるので、まあ長期保管される場合はこの内張り、まあ外側のワックスもそうなんですけども、外側にですね長期保管される場合はしっかりワックスを塗った状態で、この内張りにもですねレザーワックス、これを手に取って少しこう手の届く範囲だけ軽く塗っていただければと思うんですけど、レザーワックスをですね塗ると、レザーワックスを手に取って塗るとですね、この辺ちょっと塗ってみようかな、この辺ちょっと塗ってみるとですね、こんな感じで色が変わります。そうするとこうついてるとことついてないとこが分かりやすいんですけど、塗る前に少し霧吹きかなんかで水をかけてから、よくアイロンとかをかけるするときにこうピッピッシュッシュッシュッとかける霧吹きで、少し、この表面を湿らせてから、塗るとよりこう伸ばしやすくはなるんですけど、一応こんな感じで今ワックスを塗ったところはこんな感じで色がちょっと変わるので、これをですねこの手の届く範囲ぐらいを軽くでいいです。あんまりこうこってり塗る必要ないので、このぐらい塗って置いとくと、このワックスはですねある程度乾くので、乾けばまたこの元の感じに戻るので、こうやってこう色が変わるんですけど、これは
湿っているというか、湿気のある時だけこう色がちょっとこう変わるだけで、これ汗がついても同じなんですけど、濡れても同じなんですけど、じゃこれも乾いてくれば、あのこの色が変わってるところはまた元通りに戻るので、気にせずに、これでシミになるってことはないので、気にせずにこう塗っていただければ、この手の届く範囲だけあのワックスを塗っていれば、まあ、乾燥は防げるということで、まあ必要な油分の補給というのはできますので、ただそれほどこう毎回ですね塗ってしっかりワックスをあの染み込ませていなきゃいけないってことはないので、まあ、たまにですね長期保管するときだけ、まあ、履いているときは OK ですね、こう毎週のようにこう履いたりとか、しっかり山に履いているときは、それほどこう乾燥は進まないので、あの、まあ、汗かいたりとかして、あの必要な湿気っていうのはあの靴に保湿されるので、あのそんなにこう必要以上に乾燥してカサカサになって硬くなって、ひび割れてくるっていう心配はないので、まあ、それを防ぐぐらいの感じで、たまにですね、まあ、年に1回ぐらいちょっとワックスを塗るぐらいのことでいいと思いますの でそれも長期保管するときに塗っておけば、あの、まあ、乾燥しにくい状態では保てると思いますので、まあ、そのぐらいでいいと思います。なのでワックス加工はあくまでこの外側、泥にさらされる、岩で擦れるとか、紫外線にさらされたり、ホコリとかいろんなものがこう外側はですね結構こう、なんていうかな、こう傷む原因っていうのがたくさんあるので、しっかりワックスを塗って、傷まないように常にこう外のこの岩で擦れたりとか、そういうものにさらされているこの外側のお手入れっていうのはしっかりしていただければと思うんですけど、この内側はですねそんなに、泥水がついたりとか、まあ汗がちょっと染み込むぐらいで、そんなにはこう外からですね泥とかそういう要因、岩で擦れるとかそういうこともないので、そんなに気にする必要ないんですけど、一応まあ乾燥はしない方がいいと、乾燥はしすぎない方がいいので、時々ワックスをつけたりとかっていう感じでいいと思います。あのスプレータイプの、これこそスプレータイプの、ただスプレータイプ の防水剤をかけると、ちょっとこうツルツル滑るようになってしまうので、それも良くないので、まあ、ワックスをこうたまにちょろっと塗るぐらいでいいと思います。そんな感じでお手入れをしてください。レザーライニングのですねこの内張りは、このカーフレザーという柔らかいですね、非常にこの弾力性のあるレザーを使っていて、履き心地、あと足にこう馴染みやすくて、すごくこう紙のようなですね、神様のようなこの馴染み方というか、本当に足になっていくということで非常にこう評判なんですけども、このレザーライニングも時々ワックスを塗ることで乾燥を防ぐという意味合いでワックスをつけていただければと思います。今塗ったところがですねもう乾いてきたので、まあ、こんな感じですね、まあ、少しまだ塗った感がここにありますけど、こんな感じで最初につけた時ほどのこうなんていうかなムラみたいなものはだんだん消えていくので、あまり気にしないでつけていただければと思います。でよりこう伸ばしやすくするには、霧吹きですね、水をちょっと湿らせてから塗るとかがいいと思います。あと冬場はですね、こう伸ばそうと思ってもなかなか伸びない、あのこのワックス自体が硬くなってしまうのでそんなに綺麗に伸びないので、冬場寒いところで塗るのはあまり良くないと思いますので、まあ暖かい季節に一回こう塗っていただければと思いますので、そんな感じでお手入れをしてください。皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太です。今日は、登山中の雨についてちょっとお話をしたいと思います。今日はですね2016年の7月の18日です。まだ梅雨が明けていなくて、今日は比較的青空が広がっていて、ただ山はちょっとどよんとした雲がかかっているんですけども、これからですね夏場、にかけて登山を楽しまれる方で、登山中の雨について、まあ、どういったところを注意しなきゃいけないかということだけ、少しお話をしたいと思います。で登山はですね、雨っていうものが山は天候が変わりやすいということで、いくらこう朝晴れていても、午後にはですね夕立が来たりとか、天候がこう変更して変わっていって、まあ、低気圧が近づいてきたりとかと、いうことで雨に打たれることも、結構あると思います。で僕はですね比較的雨男で、半分ぐらいは雨に打たれているんじゃないかなっていうぐらいに、雨の登山っていうものも、もう普通に、
夏山を歩いていると雨が降るもんだっていう感じで歩いているんですけども、その雨の登山でですね、気をつけなきゃいけないのは、まず体が濡れるということ自体は、人間の体はですね、水に濡れるってこと自体には何も悪影響っていうのはありません。プール入ったりとかお風呂に入ったりとかしても、特にこう体が何か異変があるとかそういうことがないと思いますので、まず水に濡れること自体は特に体には問題ないんですけども、水に濡れて、体温をその水に濡れることによって奪われてしまうと、今度はですね、体温が低下してしまって、人間の体は体温が低下するとですね、通常は36度から37度ぐらいの間が常温、体温でこう維持されているんですけども、その体温が外的な要素で体温がこう冷やされてですね、体温を奪われてしまって35度を下回ってくると、たった1度2度の世界なんですけども、生命維持が今度は困難になってしまうと、それは低体温症という症状なんですけども、体温を奪われてしまって最初はですね、体が震えます。こう体温を戻そうとして体がですね、一応こうなんていうかな、もう自動的に震えることによって筋肉を動かしてですね、熱をこう発生させて体温を元に戻そうという動きが始まるんですけども、それを超えてしまうと、震えが止まってしまって、そこからはですね、自分の力でなかなかこう体温をですね、元に戻すっていうことが非常に難しくなります。まあ、判断力の低下だったりとか、自分でこう自覚症状ないままこうどん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 体温っていうものが奪われてしまうような感じで奪われてしまうので、まあ、そこに至らないということが大事なんですけども、そのためにはやはりこう濡れる、体が濡れるっていうこともなるべく避けた方がいいと。ただ体が濡れても冷えない場合、例えば夏の蒸し暑い時にスコールのようなですね、夕立が降ってすぐに晴れて体は濡れたけど全然もう蒸れて暑いぐらいな時っていうのは特にそんなに気にすることはないんですけども、まあ、その後は冷やさなければいいという感じなんですけど、雨にもですね、雨が降って、体がこう非常に急激に冷やされてしまう、場合があります。それはまず一つ、雪渓の上を歩いている時に雨に打たれる、夏のですね、大雪渓、白馬の大雪渓とか雪渓の上をですね、歩いている時に雨に打たれると、急激に体が冷やされることがあります。それはですね、雪渓で、空気がですね、冷やされて冷風のごとくですね、上から下に要は冷えた空気、夏場に、空気が冷やされるとですね、冷えた空気は上から下に降りていって暖かい空気が上に上がっていくという、でその冷えたところはですね、地面すれすれのところをこうずっと降りていくので、ちょうど雪渓を登っているとちょうどこう登っているところですね、真正面から冷風を受けるということになります。そこで雨で濡れていると、非常にですね、濡れた体に風を受けるとですね、非常にこう急激に体温というものが奪われてしまうので、雨の雪渓を登っている時ですね、は体温の低下というものに、注意しなきゃいけないと。それがまず一つで、次はですね、夏場でも秋頃にも多いんですけども、みぞれですね。みぞれはですね、まあ氷水のような、雨が降ってくるんですけども、雨の場合は氷が溶けて水になって、夏場だとその気温にですね、温められて落ちてくるので、それほどこう冷たい、ヒヤッとしたこう感じにならない時もあります。まあ、冷たい時もあるし、だから冷たい雨ですね、それが夏場でも非常に強烈な寒気が入ってきて、氷が降ったりとかあられが降ったりとかっていう時は、風も強く、対流が非常に起こってそういうものが降るので、非常に強くなって寒気で冷やされたですね、氷水、氷なんですけども、その氷が溶けながらこうしてきて、地面に当たる時にはまだ氷水の状態、それをあられと、みぞれと呼んでるんですけども、みぞれを受けるとですね、いくらゴアテックスのカッパでも、よく水弾くカッパでもですね、ベタッとこうくっついてしまう、顔とかいろんなところにですね、氷水っていうのは結構ベタッとくっついてしまうんですよ。で、水の場合は水滴の場合は、カッパの場合、ゴアテックスの場合は、水滴を弾いてですね、撥水して、水滴に、まあ、水玉にしてですね、下に落とすっていう役割があるんですけど、それがみぞれの場合はベタッとくっついてしまって、氷水の膜ができてしまうと。そうするとですね、体温は36度7度、要は真夏のような体温が、気温に変えるとですね、真夏のような温度と外側に氷水、
があるので、真夏にですね、氷水をコップ、グラスに入ったコップ氷水をそのまま炎天下の中に置いておくと、外側が結露してびしょびしょにこう濡れてくると思うんですけども、それがこのウェア、ゴアデックスの内部で起こっていると。内部が結露してウェアが吸って、で体を冷やすという。それがですね、氷の場合はもう本当氷水なので、氷水をぐっと握っているのと同じような感覚になってしまって、非常にですね、体が全体的に冷やされてしまうので、みぞれは要注意です。でみぞれが降るっていうことは、最初まず登山口で雨でも途中でみぞれになったりとかすると、上はですね、吹雪いていたりとかすることもあります。非常に風も強いです。で、通常ですね、こう体が濡れている体に、例えば扇風機かなんかで全開でですね、風を浴びるとですね、人間の体はだいたい30分もしないうちに、なんかこう体の異変が、要は体調を崩してしまう、体温を奪われてしまって、ちょっとこう調子の悪い状態になってしまうということが言われているんですけども、それは山の中でもですね、みぞれで、びしょびしょに濡れて冷やされているところにさらにこう風を受けるので、本当にこう早い人だと10分も持たないぐらいに、非常にこう体温というのは急激に奪われて非常に危険な場合もあります。でプロの登山家たちはですね、みぞれになったらもう引き返せと、僕も昔よく、そう教えられました。でガイドの資格を取っていろんな研修会でもですね、もう救助隊とかの、研修会とかいろんなものに参加した中でも、やはりみぞれというものがですね、一番危険で、体をこう体温をですね、急激に冷やされる原因になるので、みぞれが降ったら登山というのはもう控えた方がいいと。まあ、そこから先登ろうということ自体が、もっと ひどい体を体温を奪われる状況にこうどん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 こう体を持っていくことになるので、それは気をつけた方がいいぞと。で、いろんなこう登山のですね、遭難の事故の例を見ても、非常にみぞれから起こってて、本当にこう登山をしているグループ全員がこう命に、支障をきたしたりとかですね、亡くなってしまったりとかっていう事故も、たくさん起こっています。だからみぞれは気をつけていただきたいと。体を冷やされますので。あとはですね、体が濡れるということは、このカッパがですね、いくらこう防水のカッパを着ていても、水というのはですね、毛細管現象であったりとか、表面張力という、力が発生して、水は何もこう高いところから低いところにだけ移動するわけではなくて、この袖口とかからですね、こう折り返して中に入ってきたり、でこの外側がですね、水弾かなくなるとベタッと水の膜ができるんですけども、その袖口まで届くとですね、裏側に水は回ってきます。で衣類が吸うので、衣類が吸い始めるとですね、ここにある水がこう 吸われるので、外側にある水が引っ張られて、どん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 こう無限にですね、水が中にこう染み込んでいく状況があります。だから雨降って、まあ、汗もそれほどかいてないけど、なんか体がびしょびしょになるっていうのは、カッパ自体に穴が開いてたりとかして水が漏れてるわけではないんですけど、こういった袖口とか、からですね、どん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 こう中に水が回り込んでいくっていう現象が起きます。それは靴も同じなんですけども、そういった感じでもう体が濡れてしまうと。それでいてこう風を受けるようなですね、これから高いところ稜線に出たりとかっていう時は非常に注意が必要で、できればどこかでこう着替えたりとか濡れていない状況にしたいんですけども、そのまま稜線をこう縦走したりとかっていうと、結構風を受けるので、体が濡れている中で風をずっと受けているとやっぱり30分とか1時間とか2時間とか、その人の体力とあとはその時の状況で、まあ、最大でもですね、2、3時間ぐらいが限界だと思うんですけども、稜線歩きっていうのはですね、非常に、その注意が必要で、体が濡れている状態で、風を受けると、体温が急激に冷やされてですね、で低体温症で、いくはこう凍死という感じに至ってしまう方が、これから夏場から秋にかけてですね、どうしてもこうそういう事故が発生しますので、皆さんも気をつけて、だから雨が悪いっていうわけじゃないんですけども、雨の中でこう体が冷やされる、でこう震えてきたりとか、あの痺れてきたりとかしたら、もうすぐ下山をするようにしていただきたいと思います。で下山をするとですね、あの今度はこう惰性で斜面をこう下っていくので、体がですね、上りよりもあの運動力っていうのが増してしまうので、体が今度温まってくるので、まあ、寒くてもうどうしようもないときは下り始めれば体が意外に温まってきたりとかっていうことにつながるので、上りはですね、だんだんこうヘロヘロになってくると動きが鈍くなって一歩一歩ゆっくり登るので、
あまりこう運動熱っていうのを発散しなくて、結構登りの方が寒い思いをすることがあるんですけど、そういう時はですね、もうダメだなと思ったら下る、もうダメになる前にですね、下り始めればまた熱をですね、体温をこう戻すことができたりとかもしますので、それは本人自分だけじゃなくて周りにいる人の状態もですね、気にしながら登山を楽しむようにしていただきたいと思います。今日は雨に濡れるということで、まあ、こういうことが危険なんだよってことをお話をさせていただきました。それではまた。皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太です。今日ですね、ここ、バックカントリー穂高の、登山教室の教室ではですね、今日は午前中、ロープワーク講習というのを開催しました。参加された方、来られた方は 4名で、基礎講座に入られて、先々週かな、基礎講習と地図読み講習を受講された方が今日は来られたんですけど、今日は、ロープワーク講習、ここでロープワークの講習をやって、その後明日は岩場の講習に行きます。岩場はですね、実際の岩場でこう登る練習をするんですけども、それもですね、結構その岩は険しい岩場のところで、ロープを使って講習をします。っていうのはその方たち、ここで登山教室に参加される方たちは、特にクライミングをやろうとか、危険な岩場を登ろうとかっていうことをお考えで参加されているわけではなくて、まあ普通の登山を楽しく安全に楽しみたいなということで、まあこういう基礎講習っていうのも必要だろうということで参加されている方が、皆さんなので、特にこうテクニカルなことを目指しているわけじゃなくて、まあ普通の登山を楽しむ上で、こういうことを習っといた方がいいなと思われている方が、ほとんど参加されているというような感じです。で、この登山教室で学んでいただくことは、まあロープワークであったりとか、岩場の講習であったりとか、あと懸垂加工もやります。で、緊急時にどういう対応するかっていうエマージェンシー講習、あとロープを使って、2人パートナーになってロープを使っていかに安全に登山を楽しむかっていう、補助ロープ、まあロープを使ってつないで、お互いつないでどうやってこう安全確保をしながら、登山を進めていくかっていうような練習をします。でもほとんどの場合はそういう登山を、普段からこうされているわけじゃなく、そういう登山を目指しているわけでもないという方がそういう練習をするっていうことにはすごく意味があります。自分のですね、まあ、例えばその普通に登山道を歩く分にはロープなんていうのは必要ない場合がほとんどだし、登山道も、まあ、厳しいところ、岩場の厳しいところにははしごがもうかかっていたりとか、鎖があったりとかして、そんなに岩場を登るためのトレーニングを受けていなくても、一応安全には通過できるように整備はされています。ただですね、登山という自然を相手にする遊びは、いつ、その自分の許容範囲とかですね、その自然の猛威っていうものが襲ってくるかもしれない。猛威じゃなくても自分のこのちょっとした体調油断だとか、いろんなことで危険に陥るかもしれない。そういうことが常に隣り合わせになって、普通に登山をしている上ではもう危険っていうのはそんなに感じない。楽しくて天気も良くて自然も美しくて、お花も綺麗に咲いているところをてことこ歩いているだけなので、そういうことはないかもしれないんですけども、でもいつそういう危険、その自分の許容範囲を超えたような危険が襲いかかってくるかもしれない。そういうのはずっと常にですね、つきまとっているので、その自分の許容範囲をですね、広げていくっていうことが、安全登山につながります。まあ普通ではこんだけで楽しんでたとしても、自分ができることはこのぐらい持っていれば、とりあえずこのぐらいのことが起こっても、でも自分が楽しんでるのはこのぐらいで楽しんでるけど、ちょっと天気が悪くなったりとかして少し膨らんでこのぐらいのことが起こったとしても、自分の許容範囲がこのぐらいあれば全然対応できるという、落ち着いてこう対応できるので、できればですね、許容範囲、自分がこう楽しんでる以上の何倍以下の許容範囲っていうものを確保してもらいたいと。例えば夏山を楽しむにも、雪のないところ、冬山は私目指さないわという方でも、やっぱり雪の登山っていうのも体験してもらいたい。冬山もですね、一度は体験してもらいたい。安全確保された中でちゃんとトレーニングをして、冬山っていうものをどんなものかっていうのを体験してもらいたい。その体験したことが夏山での自分の許容範囲をこう知らず知らずにこう広げていることになるので、夏山で少し自分の許容範囲、この天候が悪くなったりとかした時にちょっとこう許容範囲を超えてしまった、
今までの許容範囲を超えてしまっても自分の許容範囲、冬山もやっぱ経験している、雪山を経験している、でこうそういうトレーニングもしている、ロープワークとか岩場のトレーニングをしていれば許容範囲が広がっているので、そうすればちょっと予想外のことが起きても落ち着いてこう対応ができると。それは自分の心の問題でもあるんですけども、そういう感じで、いかにですね自分のこのできることを増やしてトレーニングをして、その中でそれよりもそれはるかにちっちゃいところでこう楽しんでいるっていうのが僕の理想と考えています。なので、まあ、普段、ロープワークとかそういうものは必要ないと思われている方、でもですねそのロープワークを練習することによってロープを使わない登山の、いろんな注意を払う注意力っていうのが変わってきます。ロープの練習、ロープワークとか岩場の厳しいところを練習したりとかすると、普通の何でもない岩場のところを歩くんでも落ち着いて、いろんな注意を払いながら、正しく、安定して歩けるようになっていくということで、まあ、クライミングの練習すれば普通の山登りの歩き方、バランスの取り方も変わってくるっていうのもそうなんですけども、ぜひですね自分にその壁を作らないで、どしどしその自分がこう吸収したいこと、習いたいこと、自分の中にですね取り入れたいこと、そういうことはどんどんこうチャレンジしていってもらいたいと思います。そこからまた違う山の楽しみ方ですね、落ち着いてこうなんていうかな、安全余裕を持ってですね楽しめるようになったりとか、何かこう判断する時も余裕を持った判断、正しい判断ができるようにつながっていきますので、ぜひ、登山教室に限らずですねいろんなことにこうチャレンジしてもらいたいなと。自分の中にこう私はここまでとか言って壁を作ってしまうと、それ以上のこう何かが起こった時に対応できない分野になってしまったりとか、想定してないことが起こると、装備も足りなかったりとかする、それで対応ができないとかっていうことにつながる、そういうのがこう事故につながっていくので、できればですね許容範囲をどん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 こう広げていく努力を、登山を楽しんでいる以上はどんどんこう広げていく努力をしていただくと。でも普通に楽しむのは別にそんなに広げなくてもいいので、そんな危険なクライミングとかしなければしなくてもいい。でもその練習トレーニングはしておくことで普通の登山の時に変わる、絶対的にこう変わってくるので、本当に歩き方が楽になります。クライミング、例えばクライミングっていうのを目指してなくてもクライミングの練習をしていると、なんかね不思議とこう歩き方が、バランスの取り方が変わってきてすごく楽になったりとかするのを僕も体験していますので、ぜひいろんなことにチャレンジしていっていただきたいなと思います。それがですねまずこの登山教室から始まっていただければいいなということで、開催していますの でこれから冬山講習っていうのが始まります。冬山は年末年始の燕岳に登ります。普通にですねこう冬山を目指さないという方もぜひですね一度この冬山講習受けていただいて、一度はですね年末年始の燕岳、北アルプスの稜線にですね、一緒にこう行きたいなと思いますので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。これから冬山講習が始まって、夏 の基礎講座ももうそろそろ終盤になってきたんです。今年の分は終盤になってきたんですけども、まだ続いていますので、また来年4月から始まりますので、同じようにこう始まるので、今から申し込んでいただいて気持ちをこう、なんていうかな、そっちに向けてですね準備をしていただいたりとかっていうのも OK だと思います。で一応期限がないので、今年申し込んでもまた来年にできてないところは来年、また来年から参加する方でももう早く申し込んでですね僕にいろいろ相談してもらったりとかしていただけるので、申し込まれていない人、参加される予定がない人がやっぱり僕には相談しにくいと思います。例えばここはフィッティング専門店ということで、普段はですね登山靴のフィッティングをするのを専門に予約制でやっています。それを、予約もされていないけども何か相談したいときにやっぱり相談はしにくいんだろうなと思います。でも登山教室の場合はもうとにかく申し込んでさえいればもうそこの参加者なので、いくらでもその初参そのこう登山教室の参加がですねもう来年の4月からでも、もう例えば今申し込めば今から僕にいろんなことを質問していけるということで、ぜひそういうのをうまく利用してもらいたいなと思いますので、もし、参加しようかな悩んでいる方はもう申し込んでください。そうすればまたいろんなことが見えてきます。いろんなこう自分の目標とかどういうことを習えばいいのかっていうのがそうやってこう行動する一歩踏み出すことでいろんなことが見えてきて、また僕に質問をしていただいた時に僕から返ってきた返事でまたいろいろこう考え方がガラッと変わってしまうこともあるかもしれません。そういうのもですねぜひ参加をした方に、ですねこういろいろこうコミュニケーションを取って
いろんなことをですね、こう質問していただいたりとかっていう対応をしていきたいと思っていますので、ぜひ、参加をしてください。登山教室、基礎講座、または冬山の講習。冬山はですね、とりあえず装備を揃えなきゃいけないんですけども、その前にここで事前講習っていうのをやりますので、まあ、それに参加されるだけでも OK です。それは12月から始まりますので、今インターネットでも申し込めるようになってます。事前講習を受けてみて、それから考えるっていうのでも OK です。で、事前講習を今年は受けて、もしかしたら来年冬のその燕岳とか、来年の冬山講習、春のゴールデンウィークの唐沢だったりとか、あと1月2月に、八ヶ岳の方でも冬山の講習をしますので、そういうのにちょっと参加してみようかなとか、そういうのでも OK なので、まずは事前講習というものから冬山雪山を目指す方は、参加してもらうと。それは12月から始まりますので、ぜひそこも参加していただきたいなと思います。今日はちょっとお知らせというかご連絡でした。それではまた。